どうもこんにちは、リュウボンです。ハッピールーム続きやっていきますということでね、今回はピラニアをやるんですけど、水っていうのがあるけど、水なくていいの？あ、水だ。こいつ自体が水なんや。ちょっと入れてみようぜ。おー、食ってる。で、これが、なるほど。で、これが、これ赤くなってるでしょ？で、これが限界になると、どうなる？ダメージも入ってないね。なるほど。彼は水の中にある間に絡んで8回ダミーのヒット。わけわかんないなぁ。あれ？しかもちょっと新しい、なんかいつの間にかまた、変に、クリアしちゃってたみたいだね。なんかピラニア系が1個か2個あったような気がするんだけど、まあいいか。とりあえず、彼は水の中にある間に絡んで8回ダミーのヒット。これわかんねえな。いや、たまにね、本当に英語で見た方がマシっていうレベルのね、ヒットダミー with the stake 8 times while he in the water。 ダミー with the stake って、ステーキ？まあ、とりあえず日本語でね、基本日本語で行くけど、まあやっぱり水の中にある、いる間に、破壊ダメージ与えろみたいなこと書いてあるんだけど、え、それはね、ミニガンで。あれ？ちょっと待って。なんでなくなった？あれか？単純にミスっただけ？ダメージ絶対違うと思うけどね。うん。まあ、前にも言った通り、最初のね、サービスチャレンジかもしれない。違うな。絡んでってどういうことだ。水の間にある間に絡んで8回のダミーのヒット。わからんな、これは。これちょっと、難しいね。難しいっていうか、わからない。お題が。このゲームにおけるね、難しいっていうのはそういう意味ですからね。日本語はわからない。日本語で言われてもわからない。それは問題。この中に引きずり込む方法っていうのはちょっとないからな。彼は水の中にある間に絡んで8回のダミーのヒット。いや、わかんないよ。絡んでってなんだろう。ステークって書いてあったけど。うん。で、こっちやってみようか。別の位置で凍結して、で、これが、ちょっと思ったのが、まず、飛ばして、右にね。で、凍らせて、で、水でダミーを全焼って書いてあるんだけど、これが正直ちょっとわからないので、もう、これ一旦もうこれでやるしかない。わからん。あ、惜しい。これ一緒にやればいいのかな？ダメ？ちょっと待って。最初に凍結するのは間違ってないと思う。で、水にダミーをでん、これがわかんないんだよなぁ。わかんない。水にダミーを全焼？ちょっともう一回英語で見てみる？burn a dummy down, burn a dummy down in the water.
Then freeze him in another one. 最後にフリーズって書いてあるじゃん。順番ちげえよ。で、燃やしてから、ちょっと待って。燃やして、で、水に入れて、で、最後凍らせるみたいな感じなんじゃない？はい、ダメ？ちょっと待って。水、バーナーダミー、ダウンインザウォーター。ダウンってのかな？わかんないんだよな。水に入れてる間に燃やすんだったら、ちょっと位置変えるけど。これ。で、こいつをどけるよ。燃えた。はい。ただ、こっから出てくる手段がないんだよね。降りて、中が出てきてくれると助かるんだけどさ。まあ、するとやっぱり上にバネつけるっていうことになっちゃうな。ダメだね。バーナーダミーダウンインザウォーター。Freeze him another one. Another one って。なんかそのさ、説明もなんか、元々の英語のやつもどうなのってちょっと思い始めてきてるって思う。ちょっと待ってね。これは、ファイヤーガン。はい。ちょっと、日本語に戻そうか。落ち着かない。英語だと。はい。あれ。これで、この、なんつうんだろうね。ほんと、これの解読が難解ですわ。もうこれでいいんじゃないの？ダメ？水にダミーを全焼。ちょっと待って、一個一個検証していきましょう。まず、これでどうなるか。凍らした。はい。で、次。火を起こしたらどうなるか。どの段階で OK がつくか。ちょっと待って。今どうなった？火が当たった瞬間と。で、逆にするか。で、最後に、カクテルっていうのがね、名前がちょっと気になるんだけどね。カクテル飲む人じゃないからさ、カクテルとか言われてもわかんないんだよね。カクテルだったら、この順番だよ、みたいなね。わかればいいんだけど。もしかしてさ、ここじゃない？ダメだね。水を凍結させて、ダミーを、これさ、難しいっていうかさ、わかんないよ、こんな。カクテルでしょ？これじゃダメなの？なんかこれどっちかだと思うんだけどね。ダメだね。ブライトカクテル。その後、別の位置で彼を凍結。いろいろとやってみたんですけど、わかんないですね。ちょっとこれはね、しかも検索してみたんだけど、ちょっとまだね、このゲーム、まだそんなにこう広まってない、スチーム上での評価すごい高いんだけど、どうしてもね、こっから先に進まない。ちょっと英語でね、読み直してみたんだけど、まあ結局意味なかったんだけど、これはちょっと情報出てくるの待とうかな。という感じ。でもそうするとさ、重力線がまだ、これかな？多分重力線。ね。どうしようって感じなんですけど。
まあ、とりあえずね、今回は一旦これでおしまいにしたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まただっ